地域がどの地域に属するのかっていうのを中山由美です。中山由美です。国際社会学部の国際関係コースに所属しています。倉田明子と申します。国際社会学部の、地域社会研究コースに所属しています。国際社会学部の学部長を務めております真島一郎と申します。教員としては国際社会学部の中の現代世界論コースというコースに所属しておりまして、地域社会研究コースでは、学んだ言語をもとにですね、その地域について、さらに深掘りしていくと。国際関係コースには政治学以外にも法学や経済学、さらにはそれらの学問を横断しながら勉強する国際協力といった科目が開講されています。現代世界論コースの特色は、地域や国を超えて今世界全体が直面している重要な問題、深刻な問題を根本的に考えようというコースです。とても自由で、本当に生徒の自主性を重んじていて、どの授業も結構アットホームな、皆さんの学習の場っていうのは大学の外にも非常に広く広がっていて、世界で今起きていること、あるいはこれまでに起きてきたことについて強い問題意識を持っている学生が多いなという印象を受けています。国際社会学部とは本当にこう自分の興味を突き詰めることができる場所だな。自分の選択肢を広げられる場所。自分の好きな言語と地域を合わせて好きな分野に関して追求できる。で、それを助けてくれる人がいる。とことん、そしてじっくりと考える場所を国際社会学部の教員は自信を持って皆さんに提供することができます。皆さんがいらっしゃるのをお待ちしています。皆さんと一緒に勉強できることを楽しみにしています。